はい、ゆるっと商品紹介。今回はこちらですね、クロスの、IC ライツ C/W について、紹介していきたいと思います。商品名ですね、 IC ライツっていうんですけれども、ペンダントライトがあったりですとか、テーブルランプ、あとフロアランプですねっていう形で、たくさんのシリーズが、備わってるタイプになっております。こちらがですね、ガラスの球になるんですけれども、こちらが上向きについております。で、これをこう反対ですね、下向きにつけることも一応できるようになっております。あともう一個ですね、こうちょっと90度回転させたような状態ですね。今こちらの奥が壁面についてるんですけれど、これを天井面につけてあげるっていうこともできるので、シーリングライトとしても使うことができます。こちら商品サイズになるんですけれども、こちらのガラスのシェードですね、こちらが、直径30センチになっております。で、高さが、約31センチで、奥行きですね、壁からの奥行きが約40センチというふうになっております。もう一個小さいサイズですね、こっちのタイプ、これがちょっとテーブルランプなんですけれども、こちらとちょっと比較してみてもらいたいと思います。で、こちらが、ガラスのシェードっていうのが、約20センチっていうふうになっております。なので単純にちょっとサイズですね、比較してもらうと、まあ、30センチと20センチという感じになっております。じゃあ実際こちらですね、IC ライツの2の方ですね、を中ちょっと見ていきたいと思います。回してもらうと外れるので、ちょっと中を見ていきたいと思います。こちらが、中の2のタイプの中の電球になっております。ちょっと変わった形なんですけど、 T 型 E の26のタイプが入っております。で、今はもう、LED のタイプですね。で、あと合わせて、まあ、先ほどもちょっとご案内させてもらったんですけど、1のタイプを見てもらいますと、でこちらは LED なんですけど、こちらはハロピンタイプなので、実際は白熱ですね、のハロピンのタイプ、G の Q っていうタイプですね、こちらが、入っているような形になっております。まあ、このタイプですね、ちょっと特殊なタイプなんですけれど、コネクトではこういった電球だけっていうのも販売しておりますので、その他の商品に関しても、まあ、ご相談いただければ LED の電球のタイプっていうのも購入ができるようになっております。こちらのデザインについてなんですけれども、デザイナーが、マイケル・アナスタシアデスさんになっております。で、彼はですね、まあ、コンタクトザグリングですね、水晶玉が浮いているようなパフォーマンスをするものなんですけれど、そちらのからインスピレーションを受けてこちらをデザインされていると言われています。で、これもですね、壁についてる感じなんですけれども、これがまあ反対だとですね、さらに浮いてるような感じが、イメージできるんじゃないかなと思います。で、こちらが、実際テーブルランプになっておりますが、こちらもこう斜めの支柱にこう球が乗っかってるような感じになってるんですけど、こちらもまあかなり浮遊感っていうのが感じられるんじゃないかなというふうに思います。こちらの名前の IC ライツの IC に関してなんですけれども、実際これデザイナーさんが、キプロス共和国っていうところの出身者になっております。で、そこからですね、イギリスの方に移住しまして、今もそちらの方で活動されてるんですけれども、こちらイギリスのですね、入国の管理局が、移民のですね、識別コードとして IC というものが用いられているそうです。彼自身の、外国人としての、アイデンティティの不安定さというところと、ジャグリングですね、そのデザインの背景にあるジャグリング の、その不安定さっていう部分ですかね、そちらが一致してこの IC というのが、名付けられたっていう風な形でこの商品名になっております。こちらですね、まあ、電球の交換とかですね、あと取り付け時もそうなんですけど、まあ、回してこのシェードを取り付け、まあ、こちら IC のシリーズ全シリーズ同じなんですけど取り付けるようになります。その時ですね、ちょっと注意していただきたいのが、まあ、取り扱いの説明書にも少し書いてるんですけれど、回しすぎてギュッとやりすぎると中のパッキンがですね、少し外れてしまうという現象が起きてしまうので、そこはちょっと注意していただきたいなと思います。まあ、それがちょっと外れちゃうと、特殊な工具使わないとまたちょっと外せないという状況になってしまうので、そこはよく気をつけていただきたいかなと思います。今回こちらボールランプなんですけど、
についてちょっとお話したいかなと思います。だいたい電気屋さんに依頼する際、取り付けの部分っていうんですか、こちら電源がやっぱり出る位置っていうのがあるんですけれど、そちらの位置っていうのを出してあげるっていうのが一番こうスムーズに取り付けの位置っていうのが出てくるようになっております。で、だいたい僕らいつも提案させていただくのが、床面ですね。床面からの高さっていうのでお案内させてもらうことが多いんですけど、だいたい185センチ、ですね。床から185センチの位置の高さを基準に、そこからこう前後、10センチぐらいですかね。で、調整してあげるっていうのが一番いいんじゃないかなというふうに思っております。これはですね、空間に対して目線の高さっていう部分を基準とした流れですね。と、あと光の広がりっていう部分に対して、だいたい目安として考えている高さにはなっております。で、吹き抜けとかの場合だと少しやっぱ高めに設定してあげるとか、と、あとまた周りのバランスですね。どういったところに、このウォールランプをつけて、どういう効果をもたらしてあげるかっていうのが、よりこう重要なっていうんですかね。そこによって高さのバランスっていうのを考えてあげるっていうのはあるんですけれど、一旦はその185センチから195センチあたりっていうので、考えてあげるっていうのが一番いいんじゃないかなというふうに思います。フロアランプとかテーブルランプとか、いろんなこう照明の種類がある中で、ウォールランプは少しこうそういったテーブルランプとかフロアランプに比べると価格が少しこう抑えれた、タイプっていうのも比較的あるっていうのと、あとはですね、倒れたりとかっていう危険性もやっぱなかったりするので、ウォールランプを検討されている方、もしくは早い段階からちょっと照明計画っていうので、計画ができる方っていうのにはすごくおすすめで、早い段階からどうしても電源が壁の中から必要になりますので、早い段階からご相談いただけると、より空間に対して照明っていう役割っていうところですかね、そういうのが効果的な、照明計画っていうのができるんじゃないかなというふうに思います。照明計画なんかもやっておりますので、早い段階で気になる方はコネクトの方にご相談いただければと思います。